幸喜選手から飛び膝蹴りで1ラウンド KO 勝ち、金子明弘選手の登場です。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。それでは金子選手、昨日の試合を振り返ってください。まあそうですね、4年前にやって再戦ってことで、4年前のよりもいい勝ち方ができたのが一つの良かったとこかなと思ってます。質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。昨日の試合をこう映像で見ていたら感想を教えてください。まあその良かった点もあれば、まあ、自分の中で、課題のある点もあるんで、まあ、両方があるような試合だなって思いました。3月の試合以上にこうスピードやパワーがこう増していたと思うんですけども、ご自身で手応えはいかがでしたか。まあ、最後 の, その調整がうまくいったっていうのと、まあ、その3月から終わってしっかり練習してきたんで、まあ、それがしっかり出たかなっていうのは思ってます。初黒星を喫してからこう着実にこうレベルアップしていると思うんですけれども、ご自身ではこうどのように考えていらっしゃいますか。まあ、その負けたことによって強くなったなっていうふうに思われるようなのをこう自分の中でテーマとしてやってるんで、それがこう出せてるっていうのはいいかなって思ってます。今こうスーパーバンタム級はこう9位ですけども、今回のウェルター級のようにこうトーナメントやってほしいっていうふうに考えてらっしゃいますか。そうですね、もう自分としては早いとこそのベルトにかかったような試合をしたいんで、どんな形であってもいいんでやりたいなと思ってます。他にご質問のある方どうぞ。ゴンガクトイクマッコです。最初の左フックでダウンを奪った時にちょっとこうなんていうかこう自分でこう感触をこうすごい感じているような、そういうこうちょっと見栄を切ったようなポーズみたいなのがあったんですけど、あの時って何をこう考えたんでしょうか。なんか飛んでったんで、あ飛んでったなみたいな、それです。初敗北を喫してからその練習して強くなったとおっしゃってましたけど、それはこう何がこう練習量が増えたのか、それとも練習のこう質を変えたのか、どういう具体的にどういうことで変わったんでしょうか。まあそのトレーナーとしっかりこう自分のポテンシャルを出せるような練習をこう集中してやっていってるって感じですかね。それはその前の時とはどう変わったんですか、内容として。まあしっかり一つテーマを持ってやってるっていう感じです。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方よろしいでしょうか。それでは金子選手、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どんどん練習して、昨日よりももっと強くなっていい勝ち方で、どんどん勝っていくんで、皆さん今後も応援お願いします。金子選手、以上となります。ありがとうございました。